どうもどうも、まさとです。まっさばのワールドへようこそ。はい、ということで岩盤上に来ております。ネザーの岩盤上に来ております。今日はですね、こちらの方にフロッグライト回収装置ちょっと作ってみたいなと思います。もうすでにね、準備の方進めております。むしろ回収する機構はもう設置済みです。で、あとはね、マグマキューブを弱体化させるのと、あとカエル入れて、で湧き巣を作っていくという段取りとなっております。ということで早速始めてまいりましょう。はい、という感じで、一応参考にした動画とは若干違います。シワ機器をね、まあ必要ないんじゃないかなということで、一応後からでも設置できるようにはしてます。もうただ単にフロッグライトはここにチェストに回収するだけと、仕分けせずにね、というふうになっております。あとここから上上がっていって、こういう感じですね。で、ここの部分、処理槽の部分 9×9 に作っております。で、一応ギリギリまでね、トロッコを走らせていると、ここら辺とかだとね、角が回収しきれないというのがあるんで、もうギリギリ枠まで持っていっております。じゃあね、早速もやっちゃいましょうか。だからここが壁になる部分ですよね。設置して、で次上上げていかなきゃいけないんだけど、見えるようにちょっとガラスでね、作っていきます。あ、そうか、こっち側からカエル入れ、まあ一応先にこれだけやっておきます。だから10ブロックいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ダメージ食らうだろうな。で、柱作っていこうか。で、今この位置が湧き層になるわけですね。はい、で、OK かな。で、あとこ、どこだ、カエルどこ、こっちか。こっちからカエル入れましょうか。だから、外して、で、なおかつ、先に処理するために、こう、で、これですね。で、スライムブロックの上に粉雪設置して、マグマキューブを処理すると。はい、で、これを取ると。コール、革装備持ってきた方が良かったかな。ガラスの階段作るか。真ん中ここだよね。
ファイル入れるための足場ね。はい、3匹ずつ釣れていきますか。上がってくるかな。入れるのがめんどくさいよね。入ってきた。で結びます。でいけましたね。であとは取りて、ここも閉じます。で壊せばいけるかな。で斧で壊して締める。 OK。じゃああとは基礎だね。あ、そうか、こっち外こっち側にはしごの方がいいんだね。12345123456789101112ですね。123456で枠できて、あとは全部埋めていくという感じですね。湧いちゃったね。じゃあ初マグマキューブ倒し、あ、下落ちちゃった。倒しましょう。あ、まあ倒したことあるんだけども、マグマクリームが取れなかったんだね。ゲットだぜ。初です。で、やっとこれでクリアですね。目標多分これ作ってる間に湧いちゃうから、ゴールも召喚しましょう。で真ん中に、ここだよね、ここにガラスで壊せるようにして、ゴーレムを囲いますと。でこれは壊して、でゴーレム召喚。 OK。 あ、初なんだ。で、OK ですね。で、これで湧いたらゴーレムに吸い寄せられると。枠作っていきます。で、1、2、3、
4つの高さかな、マグマキューブが外に出ないためにちょっとガラスで壁作ります。はい、 OK です。じゃあ、あとはこれガスと沸くので、その対策で1個開けて、そして次2個開けて、ここかで、こっちも、2個開けて、ここで繋いでいくと。つなぐと。で、OK ですね。じゃあ、あとは、まあ、これで完成なんですけども、上に待機場所をね、ちょっと作りたいと思います。どこだ？はしご、こっちか。一応ね、壁作ってる間にも湧いてたんで、はい、このようにフロッグライトとマグマクリーム、取れていっております。限界高度まで行ってもいいんかな？あ、ここは限界高度ですね。じゃあ上まで上がっていきます。ここですね。 1,2 作って、ちょっと待機所作ります。あ、湧いてる湧いてる、見える見える、いいっすね。で、OK ですね。で、真ん中取って、この足場外して、さっきのはしごから上がっていくようにしますか。湧いてるね。目をつけられております。それで行き来はできると。いや、一旦ちょっと上でまたこれ上がっていきます。さあ、あ、これ足りる？ガラスが足りないかもしれない。ちょっと取ってこよう。今で、あ、結構たまるね。え、緑が多い。カエルって全部まだ生きてるよね。あ、回収しきれてない。回収が追いつかない、ひょっとして。あ、全然追いつかないんだね。何？あ、触ったからか。だからこれだけじゃ回収しきれないから、一旦止まって、ホッパーの中身、ホッパー付きトロッコの中身がなくなってまた動き出す仕組み、ちょっと、つけないといけないかもしれない。それじゃあ新たに回収、一旦ここでホッパー付きトロッコは止まるように回路組みます。多分うまくいくとは思うんだけどね。こうして、で、コンパレーターでしょ？スペースいけるんかな？これが邪魔かもしれないね。チェストが邪魔かもしれない。ここで、ここ取る。で、赤いし、パウダーだね。パウダーをここにセットして、で、この下は、カツカツだね。あ、ホッパーが邪魔かもしれない。ちょっと一旦ホッパー撤去しますか。移動させないとあかんかもしれん。ちょっと取っちゃって、
でリピーターのパウダーか。でこの横にブロック違う、この上かと、こうかな。でまたここにも、リピーターの最大遅延で、この上にもパウダーだよね。で、あとは流れる。で、ここの上、ここですね。外して、ディテクターレール。ここにトロッコが通ると、これが信号がこう走っていって、という感じかな。で、レッドストーントーチ経由のブロックを置いてパウダー、これが通ったらここが一旦切れるんですよね、信号が。でその隙に下にアイテムが流れるんで、これが反応してずっと停車しておくという感じなのかな。こう置いて、ここ反応して、こう下がって、ここ信号入ってるからここが消えたまんまで、でホッパーの中身がなくなったら信号が、途切れて、これがまたついて動き出すという仕組みになってます。ちょっと分かりにくいかな、まあ、実際見てもらった方がいいかと思います。いや、これホッパー動かさないといけないね。後ろ側に出すか。一旦ここ取っちゃうね。あ、上にも入ってたんか。こうで、こっち側だね。ここに入るようにしようか。で、こっちから下に。あと1個か。で、一旦これ壊さないといけないんだよね。ホッパーがあるね。結構時間かかるね。こっちに入るようにして。こうして。こうですね。これでいけるはず。で、ホッパー付きトロッコを動かします。多分これでいけるはず。じゃあ沸いてもらいましょうか。思った以上に沸きすぎるんですよね。だから回収が追いつかないという。はい、いっぱい沸いてますね。こんだけたくさん取れれば十分でしょう。で、今カエルが食べてるんかな、小さくなったやつね。で、食べ尽くすとまた湧くと。はい、湧きましたね。じゃあ下降りましょうか。回収できてんのかな。続々と湧いてます。見てこれ、
止まるんかな。ね、止まってますよね。で、今回収していると。で、これがなくなればまた動き出すと。で、動きますね。はい、大丈夫ですね。回収機構はちゃんと機能してます。はい、回収終わりました。あ、結構取れてんじゃない。作業した作っただけでこんだけもうゲットできてるんで、まあたまに来て沸かしてで取るので十分じゃないかなと思います。はい、ということで今回は、ネザの岩盤上にフロッグライト回収機構で作ってみました。回収装置ですね、作ってみました。無事ね、このようにフロッグライトたくさん取れるようになりましたんで、今後ちょっといろいろ使っていきたいなと思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。